まあ、今ご紹介いただいた、まあ、内容でお話したいと思います。まあ、これはあれですね、あの矢野原の、後でも出てきますか、円形水蓮、ハモの様子です。矢野原湿原は、もともとはあの羊草というあの在来のですね、まあ、こちら側ですね、水蓮科、水蓮とか、まあ、あの植物があの豊富に生育している、まあ、そういったあの、まあ、非常に何でしょう自然豊かなあの湿原でして、県の自然環境保全地域になっているほか、村の天然記念物になっています。それがですね、まあ、現在といいますか、園芸水蓮が、まあ、このように繁茂してあのいる状態に、なっておりました。で、この園芸水蓮は、非常に、まあ、花がきれいですので、まあ、あの皆さんもあの公園なんかでよく見たことがあると思います。水蓮科水蓮属の多年草で、太い根茎を、持っていまして、まあ、本当にあのこのくらいのですね、レンコンみたいな、太さの、まあ、一見美味しそうな根茎を持つんですが、残念ながら食べられません。で、まあ、綺麗な花を咲かせ、古くより前程度で栽培されています。で、おそらくあのこの矢野原湿原でも、あれですね、景観写真なんかに、まあ、あの近年ですね、あのよくあの写されていましたので、そういった意味であの、まあ、どなたかがあの一株あのポンとですね、1970年代の終わりから、80年代にかけてあの入れたんだと思われます。で、まあ、ところがですね、まあ、この植物、国が侵略的な外来種にあの指定している、植物で、まあ、我が国における、まあ、あの生態系被害防止外来種リストというのに、重点対策外来種として、掲載されています。で、実際各地で繁茂して環境やあの生物に影響を与えています。で、一番有名なところは、妙高高原のイモディ家といって、まあ、妙高高原の中でも、まあ、あの位置に争う、まあ、観光の名所なんで、あの逆さ妙高なんかが映り込むことで知られるあの、まあ、観光地なんですが、そこに一面繁茂してしまって、地元なんかであの一生懸命駆除作業を続けているのがありましたり、福島県内でも例えば白川市南港の方であのどん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 あの広がりつつあるというのがあります。で、矢野原湿原でも、このように繁茂をしています。で、矢野原湿原の園芸水蓮ですけれども、写真で見ると、ここですね、ちょっとあの、白く光ってあの密に生えているのが水蓮で、その方がこういうふうにまばらにですね、周辺にあの生えててまばらにあるのが、羊草です。で、まあ、場所としましては、あのまあ、湿原のですね、まあ、この辺りの、あの一角に生えているということになります。で、まあ、このようにですね、あの一面にあの、まあ、繁茂しまして、あのこれ三ヶ島というあの、まあ、矢野原湿原であの白い花を咲かせる、まあ、一つ あの観光資源だという植物なんですが、まああのまあ、こんな感じで競合しているようなあの状態で、2018年ですね、の段階で、まあ、先ほどの写真、ありますように、まあ これ分かりやすく、まあ、色を塗ってあの面積をあの算出しますと、341.4 平方メートルになります。この網掛けの部分は、実はこの写真をあの、ドローンで写真を撮る前に、まあ、駆除してしまったところなので、まあ、それを含めての、数字になります。まあ、340平米ぐらい、広がっていたという。で、過去の、まあ、衛星写真、等も含めて、解析しましたところ、2010年には、121.9 平方メートル、で2015年には 248.7 平方メートルですね。だんだんこういうふうに広がっていって、2018年には、341.4 平方メートルということで、まあ、グラフに書くと、まあ、右肩上がりですね。で、
で年あたりにすると、まあ、27.4 平方メートル、1年あたりにすると、まあ、1年で 1.14 倍ずつ増えていくというような状態です。であの白川市南湖でも、同様にあの年あたりのですね、何倍になるかっていうのをあの、広がりをあの計算あの別の研究で計算してるんですが、やはり 1.1 倍ぐらいあの年間増えて、まあ、1割ずつどん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 大きくなっているということが分かります。まあ、放っておいては、まあ、出現がですね、全部あの水田にあの覆い尽くされるということで、水田の駆除を行いました。で水田の駆除にはあの駆除方法あのいくつか提案されていまして、まああのまあ、今回やったみたいに、掘り取る方法、それから、あの防草シートですね、遮光シートあの池全面に覆ってしまう方法あったり、あともちろん、除草剤、それから、草魚といってあの水草を食べ尽くすあの、まあ、こちらもあの外来生物であの、まあ、環境省なんかで駆除、対象になっているやつではあるんですけれども、まあ、非常に効きますのでそれを使って駆除したところも ありますけれども、山原湿原の場合は、まあ、あの自然の湿原ですし、まあ、他のですね、あの希少な植物が一緒に生えています。まあ、この水の中、あ、失礼しました。水の中にも、犬タヌキモとかですね、そういった貴重なあの絶滅危惧種が生えていますので、まあ、環境に影響を与えない方法ということで、まあ、手であの引き抜くというあの方法を取ります。まあ、あのここの写真にありますように、まあ、あの胴長で、中に入って、まあ、根茎の下を探りながらあの、まあ、足でですね、あの胴長の、かかとのつま先のところで、蹴り上げていくとだんだんブチ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 とあの根っこが切れてきますので、まあ、それをあの掘っていくというような形で、駆除を行いました。まあ、それで掘り取ったものは、こんな感じで、まあ、これが先ほど言ったあの根茎。これでだいたい1メートルぐらいの根茎の長さだと思います。ここから始まっているわけじゃなくて、おそらくここで切れてしまってもっと長くですね、あの広がっていたと思います。で、まあ、平成30年度からですね、あの昭和村の教育委員会からあの委託を受けまして、この園芸水田の駆除と、あとそれとともに、この、矢野原湿原、県の自然環境保全地域であの村の天然記念物になっていたんですけれども、本格的な学術調査が行われていなかったということですので、まあ、その、植物相、それから植生の学術調査と込みで、あのまあ、4年間ですね、あの委託を受けまして、まあ、あの園芸水田の駆除にも取り組みました。まあ、こんな感じで学生たちとですね、やります。で福島大学教員学生を中心に、福島県植物研究会の会員、それから村民ですね、延べ約120名、が取り組みまして、まあ、徹底的に掘り取るというあの方法で行いました。まあ、先ほど、申しましたね、まあ、つま先であの、まあ、蹴って根茎ごと引き抜く方法です。であと、深い場所で胴長で行けないところもあるんですが、あのそういったもの、ところに関しては、植物研究会の会員の方が自作の道具をですね、作ってあの持ってきて、まあ、あのボートの上から根茎、ね、を切り取って、まあ、あの駆除するということをしました。それでおおよそですね、4年間で、まあ、355人かける時間で、まあ、かけて、まあ、あの行いました。それで先ほど延べ120名ということですが、これはあくまで延べですので、実際に関わった、人数は、まあ、ちゃんとは数えてないんですけども、まあ、30人から40人ぐらいで、まあ、あの関わっています。で令和3年にですね、まあ、4年後にあの10月22日にその時点で確認できた園芸水蓮はですね、要するに水に浮いて葉っぱを出している園芸水蓮は全て駆除しました。で、この日、実はですね、
観察会をやって、その後、駆除体験ということは村のイベントとして行いまして、村の方ですね、なぜか女性ばっかりでしたけれども、女性の方々と、駆除、まあ、終了ですね、最後のやつを掘り上げるというところを、写真に撮ってもらって、それが、昭和村の広報誌に、掲載されたのがあります。で、まあ、今年度はですね、取り残しの根系の駆除を終了します。まあ、こんな感じで、駆除前、駆除後になります。で、今回の、駆除の意義ですが、まず駆除困難とされていた園芸水蓮の駆除に成功したということと、まあ、自然公園との大規模な集団での初の駆除成功事例だろうということです。ただ全くないかというと、ちょっとそこまでは確認できないんですが、一応、私とかある程度ですね、まあ、例えば環境省とかですね、問い合わせた結果、ないんじゃないかということです。だから、園芸水蓮の駆除が可能であるということが示せたということ、あと徹底的に掘り取ることの効果を示した。あと駆除にかかる労力の目安っていうのが分かりました。で、今回のノウハウがですね、他の園芸水蓮の駆除への活用が期待されると思います。それで今後の課題ですが、毎度種子といいまして、土の中に、種子が あって、これが何年あるいは何十年も生きてますので、まあ、そこからの再繁茂防止のためにモニタリングとか駆除っていうのを見つけたら取っていくっていうのを継続しなければいけないですね。まあ、非常にですので厄介な外来植物です。で、駆除後の植生の回復過程を、観察して、どれだけですね、生態系に効果があったのかっていうのをきちっと調べて発信する必要がある。あと県内、他地域の園芸水蓮問題の対応ですね。白川市南湖公園などで、現在ですね、白川市の委託で、駆除コンテンツから開始していますけど、まあ、そういったところへ、まあ、移管していくと。あとこれが、ぜひですね、マスコミの皆さんなんかにお願いしたいんですけれども県内で生物多様性に関して普及啓発する、まあ、例えば自然史博物館等がありませんので、一般の人がですね、他県に比べて正確な情報を伝わりにくい。それで、未だに園芸水蓮なんかを植えたりですね、あるいはこれを自然保障なのに観光資源にしているところが結構ありますので、これっていうのは多分だんだん社会的に許されなくなってくるのは確実ですので、まあ、こういった問題の、まあ、県内の普及啓発というのが課題だと思います。では、よろしくお願いします。